にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、群馬県に来ております。群馬県の猿ヶ京温泉に来ておりまして、まずは概要欄 URL より、群馬県観光編を見ていただいてからこちらに飛んでいただけたら嬉しいです。本日宿泊する宿に今向かっております。観光を終えて、本日宿泊するル・バンベールさんだっけなに、すごくいい宿で、夜ご飯がイタリアンなんですよ。で、貸し切り温泉も結構多くて何かと惹かれる部分がありましたので、そちらのお宿さんを本日は予約させていただきました。もう猿ヶ京温泉内にいるのでもうすぐ着いちゃいます。この後はですね、ホテルのチェックイン様子か、もういきなり部屋の中に飛ぶかもしれませんね。では向かいます。デイ、到着しました。本日宿泊のル・バンベル故郷さんです。素敵なイタリアンレストランが併設されておりますね。ではチェックインします。チェックインしました。そしてお部屋紹介です。本日は角部屋を取りました。景色がすごくいいです。まあ、建物は正直年季は入ってますけれども、中はすごく綺麗で、接客もものすごく良かったです。早速気持ちいいです。そして何よりイタリアンレストラン、今日の夜ご飯が楽しみですね。はい、景色いいですね。もうちょいあれだな、湖の色が水色だったかな。ではゆっくりします。ベランダからの景色です。外に出てみました。空気は非常に美味しいですね。これから紅葉の季節、もっとね、赤みがかってすごい景色が良くなると思います。天気が今日悪いのと、たまたま湖が濁ってるのでどんよりとした空気になってますけれども、かなり空気がうまいですね。あー、しかも角だから広い、広いよ。よーし、じゃあ温泉入りに行くか。なるほど、このようになってるわけですね。では入りに行きます。おー、こうなってるんだ。一個一個がバンガローみたいになってて、へー、あ、これだ赤やこ。では入ってみます。はい、こちらが貸し切り温泉の店舗です。十分すぎる、素晴らしい。では入ります。っていうか今気づいたんですけど、ほんとこういうことするやつしね。露天風呂入ってきました。気持ちいい。やはりもう寒くなってきてますから、すごく気持ちいいです。あれはいいですね、貸し切り露天風呂、やはり最高ですわ。で、一番大きな、貸し切り露天風呂だけは入れなかったので、そこは夜リベンジできたらいいなと思っております。そしてこちらが夜ご飯のメニューですね。あえて今日素泊まりにしてるんですよ。素泊まりにして好きなものを食べようと思いまして、素泊まりにして、こちらに併設しているレストランに行くっていうような流れになっております。なのでこちらのメニューを見ながらおそらく寝ます。もう今日はよく動きました。楽しみだな夜ご飯。うわー、寝てしまった。6時になりますので、今から夜ご飯を食べに行きます。レストランだ。
カルパッチョを注文しました。美味しそう。美味しいに決まってますね。美味しいです。ピザ来ました。でかい。想像の 1.8 倍ぐらいでかい。カルボナーラも来ました。冷めないうちにいただきます。ピザうますぎ。本格的。パスタも濃厚で美味しい。胡椒も効いてて。ごちそうさまでした。美味しかったです。もう本格的なイタリアンのお店でしたね。いや、こういう泊まり方ができる宿は非常に嬉しいですね。それでは部屋に戻ります。ロビーにカジノがあった。ルーレットとブラックジャックかな。あそこにチェスか。お腹いっぱい。いやいいですわ。何回も言いますけど、いいわ。素泊まりにしてよかったかもしれない。穴場ですよ。穴場っていうか、もう人気ありますからね。すでにすごくおすすめですよ。イタリアン食べたい方、そして温泉に入りたい方、マジでおすすめです。寝ちまった寝ちまった。温泉入りに行きます。よし、開いてたぞ。おお、広い。これ貸し切りは贅沢よ。露天風呂ですよ。しかも露天風呂行ってきました。素晴らしいですね、夜の露天風呂。しかも貸し切りはもう極上です。ついでに大浴場も行ってきましたけれども、貸し切り状態でした。気持ちよかった。ここ宿の規模がものすごく大きいわけではないので、貸し切りが4つに大浴場があったら、もう人とあまり勝ち合わなくて、マジでいいですね。それでは喉が渇きましたので、お酒を軽く飲んで、いつものように動画編集をしながら寝たし。おはようございます。現在朝7時半です。そこまで寒くないかな。気持ちのいい朝ですね。あ、少し空が青いですね。では目覚めの温泉行ってきます。この一番温度が高い赤谷湖、こちらにあります。マジで気持ちいい。自然の中だから本当に気持ちいい。外が来たー。入りまーす。温泉入ってきました。染みましたね。これが秋から冬にかけての朝温泉の破壊力かと、久しぶりに感じましたね。そしてですね、素泊まりなので本日は朝食が ありませんので、軽く食べてチェックアウトの準備ですね。チェックアウトします。
というわけでいかがでしたでしょうか、ルーヴァンベールさん。4つの貸し切り温泉露天風呂に、本格ピザが食べれるお宿さんということで、今回は素泊まり宿泊をしてみましたけれども、次回は朝食夕食付きのプランもぜひ頼んでみたいなと、そう思いました。そして猿ヶ京温泉もですね、前日の観光で時間が押しすぎてしまいまして、なかなかゆっくりする時間がなかったので、この後、少し見て回ってから帰りたいと思います。というわけでですね、今回の旅はここで終了とさせていただきます。高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。